ツーリン、ディアボロ。ディアボロとはジャグリングの一種で、日本では中国ゴマ、空中ゴマとも呼ばれます。お椀を2個つなげたようなコマを2本のスティックの間に張った糸の上で回転させながら操ります。ディアボロは1人でするだけのものではありません。2人でしても楽しいです。簡単なものから難しいものまで多くの技があります。空気の流れでブンブンという音を発するので、台湾ではツーリン、チェーリンなどとも呼ばれます。また、学校の体育授業やクラブ活動でやっている小学生も少なくありません。スタート方法。ディアボロの真ん中の色があるところを外に向けます。把那个棍子先拿在右手，然后把铃拿在左手，然后我们把这个面，如果是右撇子的话，这个白色或是有些铃是红色的这个面，要朝外，然后放到绳子里面去。对，然后这样之后再放地板。自分から見て、反時計回りに糸を巻きつけます。放地板完之后，然后右手、左手的棍子线要往右边绕一圈，它就会里面有一个圈圈这样子。ディアボロを自分から見て右から左に転がして回転をつけます。糸をつけると強い加速ができますよ。右手を上にトントンと動かします。左手は力を入れません。加速は右手だけに力を加えます。傾きの直し方。手前のカップが上がってしまったら、手前に右手を動かします。奥のカップが上がってしまったら、奥に右手を動かします。往左手往前、右手往後的話是它是往前倾斜，那如果是左手往后、右手往前的话，它就是往内倾斜，这是另外一种调铃的方式。トス。自分から見て、時計回りに糸をほどきます。就是把左手的棍子往左边绕一个圈出来，这个就是开铃。手を左右に広げて飛ばします。糸をピンと張った状態でキャッチします。それでは、新平市立高人小学校のパフォーマンスを見てみましょう。三丢，好，一二三丢，一二三。
三。三六。啊，那个太。